皆様こんにちは。 OSK 日本歌劇団の井浦綾人です。カンタレラ2016愛と裏切りの毒薬、ただいまお稽古中なんですけれども、私は今回桐生さん演じますチェーザルの弟役ホアン・ボルジアを演じます。ホアンという役は名門一族に生まれ、親や兄弟からのプレッシャーに不安を一人で抱えております。その中で唯一一人愛する女性に出会います。その女性に心を許そうとするのですが、その後どうなるかというのが皆様にお楽しみいただけるかなと思います。大阪公演はナレッジシアターにて1月30日から2月7日まで、そして銀座博品館は2月18日から21日までです。詳しくは劇団のホームページをご覧ください。皆様のお越しをお待ちしております。